西側の様子京成立尺駅は東京都葛飾区立尺四4丁目24番1号にある京成電鉄押上線の駅。駅番号は KS49。旅客向け案内では京成を省略して立尺とされることがある。相対式ホーム2面2線の地上駅で京上駅舎を有している。現在は青戸駅の管轄駅。以前は立社管区として 駅長配置駅であり、四次駅を管轄していた。2006年9月1日からエレベーターの設置工事が行われ、2007年2月28日より使用が開始された。改札内は上りホームとコンコースを、改札外はコンコースと南側で入り口を結んでいる。2020年度の1日平均乗降人員は29,974人である。 京成線全69駅中10位で押上線の単独駅及び京成電鉄の普通のみが停車する駅では乗降人員が最も多い。各年度の1日平均乗降乗車人員は下表の通りである。かつて町工場が多かったことから駅前は居酒屋、スナック、バーなど中小飲食店が密集する。独特の雰囲気を求めて駅周辺に 自宅や勤務先がなくても訪れる人も多い。高架化工事に伴い、ノンベ横丁の一部店舗が閉店したり、駅前に中高層ビルの建設が計画されたりするなど、街並みはやや変化しつつある。ありがとうございます。